はい、またそのユニット関連でいきますと、そうだね、最近ラナンキュラスのデビュー曲のドンブラコンブラスピーカーズっていう曲をね、あの先輩のバルツさんがカバーしていただいて、カバーしてくださってね、めちゃめちゃみんな聞いたかな、めちゃめちゃ良かったよね。映像めっちゃ寄せてたね。映像ほぼ一緒だったんじゃないか、本当にあのなんだろう、お写真が違うだけというかぐらい一緒だった。カイナさんがね、すいません大丈夫ですかっていう許可取りをしてくださって、もうね、お話を聞いた時にね、そんなことがあっていいんですかみたいなえ、カバーしてくれるんですかみたいな、正直なんか不安だったというか、なんかカバーできるけどうち誰もしないみたいな、寂しいなとはちょっと思ってて、だからそのカバーしていいですかみたいなことを言っていただいた時に、え、ぜひぜひお願いしますみたいな、もう本当になんならやったーみたいないいんですかみたいな、やったーって感じだったから、むずいよーって言ってくれてたね。まあ、マジでドンブラコンブラスピーカーズむずいから、みんな歌え、あるからピアブロさんにあるから歌ってみな、マジでむずいよあの曲何回も言ってるけどむずいよあれマジで、本当にゆけ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 のところとか、あとどこだ、ラスサビ前のいつだってのところとかも、もう本当にね、泣きそうだったもん、ずっと。もう歌えないよ、こんなのって言って。ポントの技術じゃ歌えないよって言って。ねえ、もう本当にね、もう泣きかけてたもん。デビュー曲、こんな難しいよみたいな。でもね、めちゃくちゃいい曲だからね、ほんと。なんか、その、あれできない、これできない、できなくなくなくないよっていうところを、ね、お話ししてくださってたけど、なんか、ラナキュラの、あれできない、これできないは、手探り状態というか、これやろうかな、どうしようかな、できるかなっていう不安から来る感じ、だけど、なんかバルツさんのこれでき、なんかあれできない、これできないは、技術はすごいあるのに、なんかしがらみとか何かがあってできるかな、できないかなっていうイメージがあって、本当に歌う人によって変わる曲だなって改めて思いましたね。ね、違う曲みたいでよかったよね。なので、まあ、まだね、聴いてないよって方は、ぜひ聴いていただけると、嬉しいですね。まあ、いや、もっと、なんか3人ユニットの先輩方にもっと歌っていただきたいよね。もうこうなってくると。オタク欲張りだからさ。ポンとね、オタク出てるとき欲張りになっちゃうからさ。3人ユニットの先輩方に歌ってみてほしいよ。ドンブラコンブラスピーカーズ。歌ってほしいよ。どのユニットに歌ってほしいとか、そんなんもういっぱいあるだろうが、この世の3人ユニット全部歌ってほしい誰とかじゃないのよ、誰とかじゃないよ、そう、歌うことに意味があるんでしょうが、分かってないな本当にね、歌っていただきたいな、歌ってくれないかな、チラチラアットエブリワン歌ってください、キモすぎるだろマジでさ、みんな本当に人事だからって適当言いやがって、マジでアットエブリワンなんかできないくせに許せねえよ人事だと思ってyou're the nail